サンタイガーです。メリークリスマス。はい。幸せの年末をお送りください。ご家族と親しい友達と一緒に、あったかい楽しいお休みをお過ごしください。この論文に対する攻撃が始まってから3年間ですが、本当に長い3年間でした。友達からの支え、サポートがなければ、決して耐えられなかった3年です。だったんですので、ありがたく感じます。長らく支えてくださってありがとうございます。この3年間で、感じたのは何よりもですね、本当の友達がどれほど重要か、どれほど不可欠であるかだと思います。で、本当の友達と没後の友達の違い、まあ、責任逃れの友達と常識のあるサポートしてくれる、必要な時には厳しい言葉でも言ってくれる友達のがどれほど違うか、本当の友達がどれほど重要か、はっきり感じました。家族と友達がいなければ大変な3年間でしたので、これからも一緒に私たちみんな、周辺に他の人から避けられている人間がいる場合、差別されている場合、こういうような場合に、その落ちこぼれた人々に対して互いに、正直には歓迎をし合うコミュニティですか、ネットワークを作ることに努力しましょう。そうですね、慰安婦慰安婦に関する真実が欧米でもやっとなんとか感じられるんではないかと思います。慰安婦は制度例ではなくて売春ブラック、このことがやっと欧米でも話になるようになったのではないかと思います。ほっとしてます。安心はまだできないと思いますけど、少しぐらいはほっとしてもいいんではないかと思います。で、それは皆様方のおかげです。ありがとうございます。はっきり言っておきます。今回、これほど綺麗な美しい日本語の翻訳をしてくださって、ありがとうございます。そしてこのプロジェクトを担当してくださって、翻訳もしてくださった藤岡直勝先生、山本由美子さん、藤木俊一さん、矢野義明さん、茂木博道さん、感謝します。ありがとうございます。この本は結構売れてるらしいですねはっきり言いますけど、それは僕のせいではありません。僕のしなかったことに対する称賛は受けたくないと思います。僕の書いた本は売れません。僕の書いた論文は読まれません。もう40年も経験ありますから、僕の書いたものは売れないので、もしも、この本が売れているとすると、これは皆様方のきれいな翻訳のおかげです。ありがとうございます。これは皆さんの成果です。僕は単なる受益者です。そしてこれから、この3年間に感じたことには、他にアメリカの大学の学問の自由がどれほど崩れているかのことですね。コンクリート、ある程度は崩れていたとは感じてましたけど、これほどだとは初めて気づきました。本当に学者としての恥です。アメリカの大学、ハーバードも同じです。恥です。学者として屈辱です。で、これからどういうことをすべきかというと、
どうしても愚問の自由を取り戻すことに努力するってことですね。戦うってことです。これから学者は戦わずにはいられません。友達の場合はもちろん、知らない人でも攻撃されたとき、学生、他の学者、攻撃されたときには味方になって戦わなければいけないと思います。日本の大学はアメリカの大学よりもずっとまともですけど、やっぱりこういうことを感じて思うのは、これは油断はできません。日本でもアメリカでも学問の自由は根本的なに重要なことですので、絶対崩れないように戦うべきだと思います。これはみんな同じことです。やるべきことです。もちろん、間違った時には謝るべきですけど、間違ってない、真実なことを言っている場合には絶対に謝るべきではないと思います。戦うべきです。これからも2024年も重要な年ですので、お互いに頑張りましょう。ありがとうございます。